ロイヤルハワイアンはアメリカ合衆国のハワイ州ホノルルにある高級ホテルオアフ島の中心地であるホノルルのワイキキビーチにあるハーヨ町の所有地であったヘルモアにマトソン社の創立者のウィリアム・マトソンによって同社のマロロ号の旅客宿泊施設として建てられ1927年2月1日に開業したワイキキビーチの中心にあり客室や ロビーなどからビーチとダイヤモンドヘッドの景色を目前に眺めることができる。完成当時として最新の設備を備えたピンク色の建物は太平洋のピンクパレスと称され、同時期の1900年代から1920年代に建設されたモアナホテルやハレクラニと並ぶホノルルを代表する高級ホテルとして知られる。第二次世界大戦中の1942年からは、 チャールズ・ロックウッドによって、潜水艦乗員など、アメリカ海軍の将兵の保養所として使用するために、接収された。1945年8月の終戦後に返還され、その後修復作業が行われ、1947年2月1日に再開した。ワイキキビーチからの眺めハワイが、アメリカの州となった1959年には、オープンウェアのマイタイバーが開業し、 シゴバーで提供する、マイタイが、ホテルの名物となった。1963年には、オサノ・ケンジ率いる、国際工業の子会社、ケ営ヤ・カンパニーに買収された。その後は、アメリカの投資ファンド、サーベラス・キャピタル・マネジメントに所有権が移った。2008年6月1日からリニューアルのために、閉館され、6000万ドルをかけた工事が行われ2009年1月20日に、 営業を再開した。また、訪問客が急増したことを受けて、2010年に本館の横にタワー棟が建設された。ロイヤルハワイアンは、スターウッドホテルリゾートの参加ホテルとなっており、その中でも最高級ブランドである、ラグジュアリーコレクションブランドとなっている。ヒストリックとタワー、秋人上報やフランクリン・ルーズベルト大統領、 マリリン・モンローなど、世界各国の元首や著名人が宿泊してきたことで知られ、また、立地や設備のみならず、コンシェルジュや、ボーダーなどのスタッフのサービスも高く評価されており、コンデナストトラベラー氏などの権威ある雑誌による調査で、常に、ホノルルのトップクラスのホテルに選ばれている。ワイキキビーチの目前にあり、多くのビーチフロントや、オーシャンビューの客室を持つ上に、 ワイキキビーチにプライベートビーチエリアを持ち、ホテル内のプールエリアより水着のままビーチに出ることができる。また、カラカウア大通りのほぼ真ん中に位置し、目の前にロイヤルハワイアンセンターがあるほか、周辺に多くのレストランやバー、ブティックが林立するため、グルメやショッピングにおける利便性が高いにもかかわらず、建物内は静粛が保たれているなど、 そのロケーションがもたらす高い利便性と開業以来の静粛な雰囲気は高い評価を受けている。なお、宿泊客は同系列ホテルであるモアナサーフライダーウェスティンリゾートスパやシェラトンワイキキ、シェラトンプリンセス、カイウラニの施設をルームチャージ扱いで利用することができる。ありがとうございます。